お疲れさん。俺の上司はとても軽い口調で、しかも笑いながらそう言った。正直言って不快だ。それを見て笑っている周囲の人間にも腹が立つ。だったら、お前らまとめて復讐してやるよ。俺は神山、42歳の会社員だ。俺の主な仕事はマーケティングで、昔から数字を分析するのが得意な俺には天職だ。ただ、最近では社内の人間関係が悪く、このままここにいていいのかと悩むことも多い。主な元凶は部長の福田だ。俺より二つ年下で、俺の上司。はっきり言って部長の器ではないが、社長の息子なので出世したのだろう。福田は周りからチヤホヤされている。だが、俺はそういった権力にこびるのが好きではないので、至って普通に接していた。福田はそういった俺の態度が気に入らないらしく、俺はお前の上司だぞ。しかも俺はいずれ社長を継ぐ男だ。そんな俺に反抗的だと、いいことないぞ。と言ってくる。別に反抗している気は一切ない。ただ、この戦略はデータ上あまり良くないとか、福田の言っていることはデータと違っているとか、そういった指摘はしている。これは相手が福田でなくても、俺は同じことを言う。だって、それが俺の仕事だからだ。なるべく角が立たない言い方をしているし、福田は上司なので、立てるところは立てている。でも、福田は気に入らないのだ。お前、いつ辞めるの？さっさと辞めてもらって構わないんだけどなぁ。と面と向かって言われる。こんな感じで、俺は福田に嫌われているが、俺の後輩である田中も福田に嫌われている。田中は俺の二つ年下で、福田と同い年で同期だ。福田は田中に、同期なのに俺は部長で、お前は平社員。本当にお前って使えないな。お前なんていつ辞めてもいいんだぞ。と言っている。実は、田中は俺の高校の後輩。福田は田中を使えないと言うが、俺からすれば、田中はきっちり仕事をしている。ただ、自分からアピールすることがないので、周りからは舐められているのだ。田中がいなくなったら、会社としてかなりの打撃になるが、福田や他の従業員は気づいてないらしい。神山さん、帰りに一杯どうですか？と声をかけてきたのは田中。おそらく何か悩んでいるのだろう。田中は高校時代から、性格は違うが、馬があって、当時から親しかったのだ。田中は父親とうまくいっていない時期があったのだが、ひょんなことから俺がそれを取り持つことになり、田中の父親からも俺は信頼を得ている。人から評価されることは嬉しいことなので、俺はその信頼に応えられる行動をしようと思っている。田中と一緒に飲みに行くと、田中は早速愚痴を言い出した。また福田に嫌味を言われたそうだ。気にするなと言っても、田中は気にしてしまう性格。あいつが次期社長だと思うと、そろそろ転職も考えないとなぁ。と俺がつぶやくと、田中もため息をつく。そうですよね。俺、神山さんがいなくなったら、この会社でやっていく自信ないですよ。俺たちは再びため息をついた。そんなある日、俺は取引先の懇親会に出席することになった。俺の他に、部長である福田と俺の同期が二人。この同期たちは福田の腰巾着だ。懇親会の当日、会場までは社用車で行くことになる。同期のうち一人は免許を持っていないし、もう一人はペーパードライバー。福田は普段高級車を乗り回していると自慢しているが、さすがに立場的に福田に運転させるわけにはいかない。なので、普段から普通に運転をしている俺が、運転をすることになった。
会場の駐車場に停め、他の三人と一緒に会場に入る。受付の前に行くと、四名様ですね、と確認をされた。俺がうなずこうとすると、福田がわざとらしく、あれ？お前なんでいるんだ？と俺を見た。どういうことだ？と俺がポカンとしていると、福田は受付に向かって、うちの社員は三人です、と告げる。そしてニヤニヤ笑いながら俺に向き直った。はい、お疲れさん。運転手は帰っていいぞ。その言葉に俺は思わず眉を潜める。は？この場でそんなことを言うのか。すると同僚も一緒になって、この懇親会、うちにとってかなり重要だろう。だから次期社長である福田部長がわざわざ足を運んでいるんだ。そんなところに福田部長に従わないお前がいたら邪魔なんだよ。お前を社員だなんて福田部長は認めてないんだよ。運転手にしかならないってことだ。運転ご苦労だったな、と笑ってくる。ああそう、この取引先が重要ってことは分かってるわけね。それなのに俺を追い返すのか。そう思うと笑いがこみ上げてきた。俺はなんとか笑いをこらえて、そうですか、わかりましたと言ったが、福田が得意げな顔で、ほら運転手はさっさと帰れというのがおかしくて、ついに笑いをこらえきれず大爆笑。同僚は俺がおかしくなったのかとでも思ったのだろう。福田も眉を潜める。俺はそんなことは構わず受付の人に向かって言った。私は社員でなく運転手らしいので帰りますね。受付の人は驚いた顔をする。福田は俺がわざわざ受付にそう言ったことが面白かったのか、は？と言って笑った。なんだお前、そんなに笑っておかしくなったのか？と福田と一緒になって笑う同僚。そして、終わる頃に迎えに来いよ、と福田に言われたが、俺はそれを無視して背を向け、会場を出る。部長、運転手は帰ったんで、早く行きましょう、と同僚の笑い声が聞こえてきた。俺はそのまま車を運転して会社に戻る。そして田中を呼んだ。俺は田中に頭を下げ、事情を話す。そういうことだから、俺、やっぱりこれ出すわ。そう言って俺は退職願いを見せた。田中もため息をつき、そうですね、俺もそうします、と言う。俺たちは、やっぱりこの会社に未来はないと思い、退職するタイミングを見計らっていた。俺は退職願いを福田のデスクに置き、定時に退社する。懇親会が終わるのはこの後の予定だが、別に俺が迎えに行く義理はない。業務として指示されたわけでもないし、電車でもすぐに帰って来られる場所だ。家に帰ってしばらくするとスマホが鳴った。やはり福田からだ。おい、さっさと迎えに来い、と言われたので。は？もう定時で退社したので無理です、と返す。福田は相当酔っ払っているのか、ろれつが回っていなくて何を言っているのかもよくわからない。同僚が途中で電話を代わる。足がないと帰れないだろう。お前は運転手なんだからさっさと来いよ。俺は笑った。無理だって言ってるだろう。明日、福田部長に伝えてくれ。退職願いをデスクに置いて、人事にも話を通してあると。同僚は、は？どうでもいいから早く来い、とせかすが、俺は無理だと言って電話を切り、スマホをサイレントモードに切り替えた。翌日、出社すると社内がざわついていた。俺と田中が揃って退職願いを出したことを何か言われるかと覚悟はしていたが、どうやらそれどころじゃないようだ。
契約を切られたってどういうことだ!と福田が同僚を叱責している。わかりません。昨日の懇親会では、部長は先方の社長と何か話してらっしゃいましたよね。そこで何かあったのでは。同僚がそう答えると、福田は激怒。お前は、俺が悪いとでも言いたいのか?いえ、滅相もございません。と押し問答をしている。俺は何食わぬ顔で自分のデスクに行き、用意しておいた引き継ぎ資料を持って福田に渡しに行く。なんだこれは?と怒鳴られたので、俺は平然と答えた。昨日退職願いをここに置いて、人事にも話を通してあります。これは引き継ぎ資料です。福田は俺を睨み、ああ、置いてあったな。ようやく無能が辞めるのか。その辺に置いておけ。今はそれどころじゃない。と叫ぶ。では、私は有給消化に入りますので、お世話になりました。そう言うと、福田はイライラした表情で、さっさと消えろと言ってきたのだ。福田と同僚は一日中、昨日の懇親会の件でバタバタと騒ぎ、社長に呼ばれるほどの大問題になっていたが、俺はその騒動を横目に退社した。翌日、有給消化に入った俺は、田中に呼ばれて、とある喫茶店に足を運ぶ。神山くん、久しぶりだね。昨日は大変だっただろう。と俺を招いてくれたのは、田中の父親。神山さん、父には社内の状況を話してあります。それでですね、と田中が口を開くと、田中の父親が大きくうなずいた。それで、うちに来てくれる決心は固まったかい?田中の父親の問いかけに、俺は、そう言ってくださるならぜひ、と答える。そこで田中の父親は顔をしかめた。それにしても、あの福田という男は何なんだ?昨日はひどく酔っ払っていたようだが、俺に向かって、お宅の会社と取引してやってるんだとか、俺が次期社長だから、今のうちから頭を下げろとか、失礼なことしか言わなかったんだ。それに、秘書から聞いたが、神山くん、運転手だとか言って返されたんだって?俺はうなずく。実は田中の父親は、取引先の社長だ。うちの会社との取引を行っていたのも、俺と田中が勤めている会社だから。本当は別の会社との取引でもよかったらしい。でも、福田は何を勘違いしたのか、うちの会社が取引をしてやっていると思っていたようだ。勘違いも甚だしい。それに、昨日の懇親会の受付にいたのは社長秘書で、俺は田中と田中の父親と食事をした時に面識がある。だから俺はわざわざ受付に向かって帰ることを告げたのだ。田中の父親である社長は以前から俺たちに転職してこいと声をかけてくれていた。社長は田中に社長を継がせたかったが、まずは世間を知らなくてはと田中は他の企業への就職を希望。俺がいることもあり、うちの会社に就職した。すると田中は、福田のようになりたくないと、社長を継ぐか、ますます悩み始めてしまったのだ。そこで、社長を継がせたい父親と、継ぐことを悩む田中の、双方から俺は相談を受けていて、田中は社長を継ぐべきだと思った俺は、福田部長を反面教師にして、ああならないように社長を継いだらいいんじゃないのか?と話した。田中はその言葉に納得したようで、今は社長を継ぐために勉強を始めている。なので、田中も退職をするタイミングを見計らっていたのだ。社長は、取引先にあんな失礼な態度を取るようなところと付き合いたくはないし、お前も神山くんもいなくなったあの会社に用はないんだ。だから契約を切ると連絡を入れたんだが、というので、俺は、ですよね。
昨日社内は大変なことになってましたよ、と答えた。社長は笑う。それは申し訳なかった。でも、息子や神山くんの名前は出してないぞ。迷惑がかかると申し訳ないからな。まあ、どさくさに紛れて俺が退職することにもほとんど言及されなかった。社内が混乱してくれていて助かったとも思う。その後、俺と田中は正式に退職を迎え、田中の父親の会社に転職をした。前の会社と違い、アットホームな社内で、従業員も俺たちを歓迎してくれる。社長は、あの福田部長って、諦め悪くてね。あなたの失礼な態度にはついていけない、と何度も言ったんだけど、あれは酔っ払っていたからだとか、そんなこと言ってないだとか、なんだかんだ、まだ連絡してくるんだよ、とため息をついた。相手にしていないけど、会社にまで乗り込んできそうな気もするな。と社長が言うので、俺もその意見に同意する。福田部長は、自分のせいで契約を切られた、なんてことになったら、社内での立場もなくなるし、絶対に自分のせいだとは認めないでしょうね。俺がそう言ったその時、社長、お客様です。と従業員が社長を呼びに来た。相手はなんと、福田と俺の元同僚だという。社長に一緒に来てくれと言われ、俺と田中もついて行った。福田たちは会議室に通されていた。俺と田中が社長に続いて入ると、福田も元同僚も目を丸くする。福田が、神山、田中も、なんでここに、と驚き、元同僚も、え、もしかして、引き抜き、とつぶやいた。すると社長が、私は優秀な社員を雇っただけです。決して引き抜いてはいないですよ、と言う。福田はそこで何かに気づいたようだ。あれ？おい、田中って、社長も田中だし、まさか。そこで田中がうなずく。僕の父です。そう言うと、福田と元同僚は青ざめた。元同僚は俺に、でも、なんで神山が、と言うので、田中は高校の後輩、社長とも昔から面識があって、前から転職するならいつでも歓迎するって言ってもらってたんだ。福田部長みたいな人の下で働くのに嫌気がさしてね。さっさと辞めろって言われてたし、その言葉通り退職したってわけ、と種を明かす。嘘だろ、と唇を震わせる福田。俺は口を開いた。懇親会で返された時、俺が笑った理由、ようやくわかりました。あの時の受付の方は、俺も面識がある社長秘書。社長にあのやりとりが伝わっているのは当然です。それに、普段からあんたが田中や俺に退職しろだの、無能だのと言っているのも社長に伝わっていますよ。すると福田は全力で首を横に振る。いえ、違います。私は言っていません。言っているとしたらこの部下が、と元同僚に罪をなすりつけた。元同僚は驚いた顔をして、何言ってるんですか、無能のあんたを次期社長だからと支えてきた俺らを裏切るんですか、と叫ぶ。無能だと、と福田は激怒。俺や田中はその様子を見て笑う。俺は、次期社長ってその器がある人ならいいんですが、福田部長のようにそうでない人は自ら辞退してもいいと思いますけどね。そもそも部長としても仕事ができていないのに、よく社長を継ごうなんて思いますね。と言うと、田中も社長もうなずいた。黙れ、と福田は吠えるが、俺は止まらない。次期社長の懇親会の態度がひどくて契約を切られたなんて、恥ずかしくて報告できませんよね。
でもそれを隠し通すことも無理でしょう。そこで社長が口を開く。私は昔から神山くんの才能を認めているんだ。この契約は別の会社でもよかったが、神山くんや息子がいる会社なので契約していた。でも、その二人に暴言を吐く上司、しかもそれが次期社長。おまけにその次期社長は、懇親会で取引先の社長である私に暴言。契約を解除しない方がおかしいだろう。すると福田は社長にすがりつく。申し訳ありません。御社に契約を切られたら、我が社の業績が。俺は、取引先との懇親会で、ろれつが回らなくなるほど酔っ払うのはありえないですよ。それに自分の方が取引してやってる、なんていう態度も、改めたらどうですか？そんな態度なら、契約を切られたって仕方ないでしょう。と福田に言うと、福田は俺を睨みつけ。うるさい。もうこんなところに用はない。と言って出て行った。俺は元同僚にも、重要な取引先だと分かっているのに、あの人のことを止められないお前もどうなんだよ。と言うと、元同僚は俺を睨んだ。しかし、うるさい。と福田と同じ言葉しか発せず、部長！と情けない声を出して福田を追いかけた。その後、福田からの音沙汰はなくなったが、あの会社の業績はぐんぐん落ちていった。田中の父の会社から契約を切られたことも打撃だったようだが、そもそもマーケティングができていない。引き継ぎ資料まで作っておいたのに、まるで引き継がれていないのだ。そして数ヶ月で倒産。継ぐ会社すらなくなった福田が、げっそりとした顔で近所のスーパーの見切り品を買い漁っているのを見かけた。相当生活は苦しいようだ。数ヶ月後にカフェで元同僚が面接対策の本を必死に読んでいるのを見かけたので、おそらく転職できていないのだろう。俺は転職後もマーケティング部に配属され、社長からも信頼を得ている。田中も次期社長として業務を頑張っている。田中は少しずつ社長らしくなっていくだろうし、俺はそれを支えていきたいと思う。よし、今日も頑張るぞ。